次はね、吉田さんへのリクエストでございますので、はい、どこだっけ、さっきのね、お便りのやつの、あったこれか、はい、ペンネームクビューさん、はい、ありがとうございます。リクエスト楽曲は、宇多田ヒカルさんでトラベリング、うん、あー好き。理由、切なそうな声も出るのではと J-POP を集めましたあれなんかどういうこと、なんか半分半笑いじゃないですか、バカにされてすごいバカにされてます。吉田さん、切なそうな声も出るんじゃないですかっていう感じでメールさん、そんな入れときますかキラキラみたいな、まあ、無理だと思いますけどね、吉田さん切なそうな、まあできるんじゃないですか、声優やぞあーごめんなさい、バカにしたんのかごめんなさい、ごめんね、ごめんね、え、出るの、やっぱなんかさ、みたいな声しか私知らないからさ、切ない、切ない、あれ本当、ほら切ないそう、切ない、ほんと仕事来るそれで大丈夫声優やぞって言ってたやつちゃうで、それは切ない、そっち曲入れちゃってください、あーちょっと放置した、まあでもあの忙しいからみんな一緒に歌ってください、サビんとこね、一人ではちょっと歌いきれないとこあるよね、確かに、そう、あもう頭クラクラするんですけど、酸欠な感じがあるよね、ちょっと酸欠、いいね、好き、こういうカラオケ楽しいわ、あー懐かしい、黄色と
ありがとうございました。セクシーだった。二人のあのコーラスが贅沢すぎて楽しかった。やった、楽しかった、楽しかった。私たちは見てる、私たちはすごい楽しかったよ。本当ですか。え、なんかこんな大人っぽくて、素敵な歌い方、吉田さん、吉田さんも切なそうな声が出るんじゃないかと思って。マジで出た。声優だからね。いや、超良かった。声優だからね。いや、すごい良かったよね。コメントも結構あったけど、なんかめっちゃいいっていうコメントがすごいあったよ、うん、めちゃくちゃ良かったよ。 ありがとうございます。いやいやいや、あの2人のコーラスのおかげでリズムが取りやすかったです。そんな、いいよいいよ。あ、本当、じゃあ大してハモってやったのによ。いや、すごかった。コーラスが即席でハモったのによ。すごい褒めてたの。確かにセクシーさもあったしね。本当ですか。なんか面白いイメージとか可愛いイメージはあったけど、面白いイメージ、大人っぽいとかセクシーなイメージゼロだったから。ゼロ、言い切った、すごい。大人もできるんですね。大人できるんですね。大人やぞ。あれ、でも年齢って、ご自身の年齢は